オーランドプライドはアメリカフロリダ州オーランドをホームタウンとする女子のプロサッカーチーム。2016年にアメリカ女子サッカーの最高峰である NWSL に新規参入した。MLS に所属するオーランドシティ SC の系列チーム。2016年4月23日に行われたホーム開幕戦で NWSL 記録となる23,403人の観客を集めた。NWSL の2015年のシーズン終了後、オーランドシティ SC のオーナーグループが NWSL に新チームを創設して参入するのではないかという噂がされた。2015年10月20日にレイクエオーラパークでプレスカンファレンスが開かれ、オーナーであるフィル・ローリンスがチーム名とチームロゴ、 チームカラーを発表した。初代監督には元、サッカーオーストラリア女子代表、サッカーアメリカ女子代表監督のトム・サーマンにが就任した。2015年10月26日、オーランド・プライドは、クラブの歴史における最初の獲得選手を発表した。プライドは、ポートランド・ソーンズ FC とのトレードで、アメリカ代表の FW ・アレックス・モーガンと、 サッカーカナダ女子代表のカイリン・カイルを2015年 NWSL 拡張ドラフトと2016年 NWSL 学生ドラフトの一巡目指名権2016年と2017年の外国人枠との交換で獲得した。また FC カンザス式とのトレードでサラ・ハーゲンと2016年 NWSL ドラフト二巡目指名権を2017年 学生ドラフト二巡目指名権との交換で獲得した。2015年10月20日、オーランドプライドの創設者であり代表であるフィル・ローリンスによってチーム名がアナウンスされました。彼はチーム名についてライオンズファミリーとの格好たる結びつきを意味するとともに私たちみながオーランド氏について抱いていることことを表していると述べた。チームカラーは紫と水色。 チームロゴはレークエオラパークにある有名な噴水のイラストが描かれてある。キャンピングマイナスワールドスタジアム2017年までのオーランドシティのホーム会場オーランドプライドは2016シーズンは男子チームのオーランドシティ SC と同様にキャンピングマイナスワールドスタジアムをホームスタジアムとして使用している。また二千十六年に建設予定のサッカー専用スタジアム オーランドシティスタジアムが男子チームと同様に新ホームスタジアムの候補になっている。キャンピングマイナスワールドスタジアムはオーランドダウンタウンに所在する屋外スポーツスタジアム。スタジアムの収容人数は6万219人。スタジアムの競技代表面はサッカーの国際試合で使用するのに十分な大きさを備え、1994年の FIFA ワールドカップで使用された。 1996年のオリンピックでも男子、女子両方のサッカーの試合が行われた。ありがとうございます。